はい、こんにちは、こんばんはです。ついにデビューするまであと3日となりました。そして今日、さっき美容院行ってきました。前も切った感じと同じですね。ヘアドカットっていうやつ。もうね、もうめちゃくちゃ気合入ってます。で、減量の方ももうあと1キロから 1.5 キロぐらいなんで、あと3日間であんまり食べないようにして、水分とかも、まあ、体重測りながらやっていく感じなので、もう減量はクリアできるので、まあ、そこは安心してください。まあ、あとは、まあ、PCR 検査があるんで、もうクリアできたら本当に試合ができるって感じですね。残り3日間、今日練習行って、明日、まあ、練習行って、で、もう、体を休ませて、次の日計量行って、計量して、ホテル隔離があって、日曜日試合っていう感じなので、まあ、残り体調崩さず、当日試合に臨めるようにやっていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。